号砲鳴って第2レース A 級予選競争スタートです。スタート9回持っている1番福島森田達也、迷わず S を取って先頭員を追いかけます。2番の竹内真一、3番田中浩二、4番の藤原義春と前から4番手。まずスタートは車番順に出ましたが、4番の藤原選手が1番の森田の後ろ上がってまいります。3番の田中浩二、人気の中心は4番手から。ここは番手が7番鶴岡義行です。南関東勢に東京5番の吉田英治が続き、九州分かれ6番熊本中山慶太郎が7番手1番後ろです。並びが2対1対3対1で落ち着きました。周回は残り3周に入ります。迷わず S を取った1番の森田達也、今季 A 級には肉吹きであります。直近4回戦はバック1本、幕井の連帯が1位あります。今日は同地区同期で4番岩手の藤原がマークいたします。九州分かれて2番車福岡竹内真一は短期3番手から、3番の田中浩二、人気の中心は4番手後ろ詰めです。バック3本まくり主催の連帯内容、番手は7番の鶴岡義行、ラインの3番手は5番車東京吉田英治、短期7番手6番熊本中山慶太郎です。今季デビュー11年目で初めて A 級一般に上がってまいりました苦労人の中山慶太郎であります。レースは間もなく赤番標識打掌の周回に入りますが、後ろ詰め3番田中浩二、抑えに行こうとしましたが森田が突っ張ります。3番の田中は元の位置4番で戻されて、6番の中山もここは切り替えなく7番手です。3番の田中浩二が一旦下がってタイミングを測り直します。3番手の車間をちょっと広げたところで打掌を迎えた。1番の森田がこのまま突っ張り消えるかどうか。3番手車間は1車身空きている。3番車田中浩二仕掛けるタイミングを測りますが、まだ動かないか。1番の森田が相当田中の出方を意識しているが、このまま来なければ行くぞと最終ホーム森田が踏み込んだ。森田が突っ張っていきます。最終周回1コーナー1番森田の突っ張り先行、4番の藤原、2番の竹内、2コーナー3番手竹内は先ばくる。これを3番の田中が追っていきます。2番の竹内が短期連幕で、これに3番の田中が東の3人が乗っていけば好展開です。2センター3番田中相当にも下した。3番手竹内先まくり乗って3番田中浩二が最後追い込んで、3番7番2番あたりでしょうか。竹内の3番手短期先まくりをうまく追いかけて田中浩二追い込んだ一戦でありました。最後は3番田中浩二冷静に対応しての追い込みです。追走7番鶴岡と難関ワンツー、3番7番先まくり決めた竹内真一、まくり残って3着入線、ゴール入着3番7番2番5番と入っております。この後の審判決定までお待ちください。以上2レースでした。